車の時刻まで僕たちはステーションホテルのカフェに。別れがひたひたと刻み寄ってくる。写真持ってきてくれた？春のドライブね。うん、私も持ってきたわ。覚えてる？2年前2人で泳ぎに行った時のよ。それともう1枚。もう一つありがとう。何が？私を行かせてくれて。出ようか。彼女は仕事で遥か南へ行ってしまう。今日がその日だ。ありがとうございます。いいえ。怒ってるみたい。5% 怒ってる。しかしあとの 95% は後悔だ。私を行かせることに。いや、なぜ僕たちは二人で写った記念写真を1枚も撮らなかったのだ。そうね、多分私たちには必要ないと思って。今日が来るなんて思ってもいなかったから。要は孫がいつもより念入りに頼みますよ。どこへ行くの？おじいちゃん、あれは何？あれはゼロキロポスト。ゼロキロポスト？鉄道の線路が始まってゼロキロメーター。そう、すべての旅がここから始まるんだよ。発車まで15分。彼女は済まして、そして泣いた。風力4でカモメは舞い上がる。あの人が言った。
私がバイクに乗るようになったのはあの人の影響。あの頃はいつも一緒だった。ラベンダー畑に着くとあの人は雲の流れに時間を忘れ、私は曲をラブソングに変えた。この曲知ってる？さあ今 CM で流れてるの。そうなんだ。あの人は知らないことが多かった。世界中に情報があふれているというのにテレビも新聞も見ようとはしなかった。私はそれが不安だった。そうか、今日行くのか。ああ、あいつには行ったのか。いや、もう別れたから。勝手だな。そうだな、本当勝手だな。あの人と別れてふと思ったことがある。それはあの人がもしかしたら知らないことを大切にしていたんじゃないか。そうじゃなくて。え？いや、いいんだ。あの時、あの人は何かを聞いていた。確かに、何かを。あの時、あの人は何を聞いていたんだ。結局最後まで私はあの人のことが分からなかったということか。私の耳にもあの人の聞いた季節のメロディーが聞こえた。僕は寝ぼけてとんでもない駅に降りてしまった。列車は明日？はい、この駅は上り下り1日1本ずつしか停車しないのです。バスやタクシーは？ご覧の通りです。でも方法はあります。小さな駅を一人で守っている赤い駅長はこう言った。一旦上り列車に乗って9つ先の駅で下りの急行に乗り換えるのです。その上りは何時から？午後3時47分です。3時47分？あと6時間もあるじゃないか。正確には6時間と11分です。仕方ない。じゃあ紫陽花の花びらでも数えて待つとするか。お付き合いします。そう、来年の3月でこの駅は廃止されるのか。はい、あと9ヶ月と17日です。
所で結婚式を挙げるのです。駅は終わりますが、僕たちの未来は始まるのです。駅長さん、お弁当机の上に置いておきましたから。あと、どうもいつも。ゆっくり。あ、もう一つ頼むよ、お客さんの分も。はい、どうぞ。ありがとう。うん、おいしい。あの子だね、アジサイの駅の企画者は。そして未来のお嫁さんは。はい、でも。え、プロポーズがまだだって。はい、あと9ヶ月と17日だよ。なぜ言わないんだい。はい、それがなかなか。海に向かってなら言えるのだけど、列車を見送る以外はずっと海だけ見てきたから。海に向かって行ってもダメさ。これから君が見続けるのは海じゃなくて彼女なんだよ。いいかい、相手の目を見てしっかりプロポーズするんだ。君、水瓶座だったね。え、僕も水瓶座さ。今日は水瓶座にとってラッキーデーなんだ。実は僕も今日彼女の両親に結婚の許しをもらいに行くのさ。絶好のプロポーズ日和だからね。お互い頑張ろう。しっかり相手の目を見てね。海に向かい、しかしその横には彼の言葉に耳を傾ける女の子がいた。ランチタイムだよ。出てきたらどうだい。いいの、ほっといて。私の失恋、兄貴の失恋よりずっとずっと大きいんだから。右側の棚の上に青いシャツがあるだろ。それ実は親父のシャツなんだ。失恋の話は親父にするといいよ。え、僕は失恋した時親父とよく話したよ。だって父さん。僕は今は亡き父のシャツを羽織った。